21世紀夢のコンドラ旅チャンネルと狭山王子のご縁結び合同チャンネルでお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はゲストにダンサーの村上由紀さんをお迎えいたしました。今日はいろいろとよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずお聞きたいんですが、あのダンスを長いことやってこられたようですけども、あ、はい、あのどこの国でやってこられたんですか。まず母についてクラシックバレエを習って、うん、でその後、18歳の時にモナコの方に短期で留学しまして、はい、その後スイスのジュニアカンパニーで踊っておりました。はい、どれくらいの期間をモナコは、モナコは半年間ぐらいで、はい、その後1年半ぐらいスイスの方に、はい、おりました。私もスイスは山が好きで行くけど、あ、そうなんですね。山は私一度しか行ったことなかったんですけど、なるほどね。はい、それは全てダンスのためですか。あ、そうです、あの学ぶためと、あと、うん、そうですね、講演活動に参加したりとか、振り付け作品を作ったりとか。ダンスもいろんな種類があると思うんですけど、はい、どういうダンスですか。基本はクラシックバレエ、あともう一つ、うん、コンテンポラリーダンス、コンテンパラリーダンス、はい、コンテンポラリーダンスっていう、コンテンポラリー、はいはい、あります。意味がちょっとわかんないですけど、あ、そうなんですね、バレエってこう歴史が長いんですけども、はい、300年以上あるんですけども、うん、その後こうバレエの方は残しつつもこう新しいなんか解釈だったりとかを、うん、あの入れていったものがコンテンポラリーダンスになります。あ、なるほど、ね、はいはい、じゃあそういう、まあそんなにこう離れてるもんじゃないですか、ね、そうですね、はい、うん、はい、で、あのダンス人生っていうのはお母さんに教わってる時から自分でこう行こうっていう、そういう階段もね、いや、それはね全然考えてなくて、うん、全く考えてなくて、最初は体が弱かったので、うん、なんか健康のために始めたんですよ。それはお母さんについてやる時ですか。そうです、あの小学校入る前ぐらいだったんですけど、うん、すごいずっと寝込んだりとかしている子供だったので、うん、どうやったら体が丈夫になるのかなと思っていろんなことを人に聞いたりとかしてたら、うん、母がバレエを始めたきっかけが自分が体が弱かったからっていうことをその時に知って、お母さんもそういうことだったんですね。はい、そうです、うん、でそれで、あ、じゃあ体が丈夫になるんだったら、私あのバレエの衣装とか、うん、こう加工するのが嫌だったんですよ、子供の頃。ああ、そうなんですか。嫌で、可愛くていいじゃないですか。で、それがね、あのね、目立つのが嫌で、もう本当に、なんかもう人に見られるの嫌だみたいな子供だったんですね。で、それでこうあのバレエはそういうのやらなきゃいけないもんだと思ってたんだけど、あ、うん、健康のためにやれるんだったらやってみようと思って。で、それでそこからこうやり始めて、中学生ぐらいになった時に、あれなんかやっぱ踊りたい。やっぱ、うん、しで今、まあ、振り付けをしたりとか、うん、演出をしたりするんですけど、それもすごい楽しそうだな、やってみたい自分がと思って、ね、うん、思い始めて、それからあの衣装の仕事にしたいって思ったのが、うん、やっぱ中学生ぐらいの時です。中学生の時そうやってみたいって思ったわけですね。はい、そうです、うん、はい、その時に自分の将来はある程度決めたってことですね。あ、そうですね、中学校、うん、14歳ぐらいの時だったと思うんですけど、はい。そうすると、海外生活はどれくらいそのダンスのために、そうですね、海外に行くのが決まった時も、うん、あの別にそんな自分から行きたかったわけじゃないんですよ。お母さんが行かせたかった。あ、違うんです、あのたまたまその時にお世話になってた母の、あの、まあ、親友のバレエの先生がいまして、でその先生がこうなんか留学をの推薦権みたいなの持ってる先生だったんです。で、あのいろいろその先生と話をしてて、うん、あの推薦権がもう一つ空いてるんだけど、うん、海外行ってみる気はないかって言われて、でそのモナコの推薦枠っていうのを取ってくださって、うん、でそれで行って、で、まあ、モナコに関してはちょっとあの前期だけで帰ってきちゃったんです。後期があったんだけど、うん、でその帰ってきてる時にスイスの方の、
バレエ学校の校長先生が日本全国を講習会で回ってたんです、うん、でその時になんかユキはあのモナコの後のことは何か考えがあるのかって言われて、うん、でいや全然なんか今は、まあ、とりあえずあの家にいて、まあ、母 の, そのバレエ教室があるので、うん、母のバレエ教室の生徒たちも育てたいしそういうことやりたいんだけどって言ったらもう1年ぐらい海外に来てみたらどうかって言われたんでその時、はいはい、でそれでその時はもう本当全然何もそういう考えがなかったの で, でスイスっていう国に行きたいという気持ちもあまりなくてでそれでスイスの方 の, あの1回まあなんか体験入学みたいなのがあって、ええ、で体験入学に行ったらなんかすごく面白くて、うん、いやこれは日本にはないなと思って、うん、でそれであのそこからあのじゃあ行きます入ります入りたいって、はい、そうすると意外とあのやりたいってことは自分の意思だったけども、はい、周りがいろいろな形で連れてってくれた感じもありますね。そうです本当に自分ではなんかこれをやりたいっていうのははっきり決め、まあ、今もそうなんですけど、うん、はっきり決めてあのこう動こうって思ってるんだけどその周りのことは本当結構運んできてくれる、うんまあ、周囲の方だったりとか、うん、ご縁もそうですけど、うんあの運んできてくれこう私はこうなんとなくそれをに集中してやりたいってこういう思いだけなんですけど、うん、でも周りの方がこういうことを運んできてくれる、はい、まあそういうその思いが何らかの形でつながっていくっていうのは素晴らしいことですね。ああそうですね、うん、本当に、うん、はい、あそうかそれが人生のあれですもんね、はい、そうかそれは素晴らしい、うん、さやぷりさんお返すことははい、私やっと出番です私もね、ちょっと子供の頃はちょっと病院通いでちょっとあの小学校とか毎日遅刻してって覚えがあるんですけど、まあそれでちょっと今聞いたらちょっとバレエをやっていたらよかったなっていう部分がちょっとだいぶ感じました。バレエじゃなくてバレエはバレエですよ。白鳥の白鳥の水に国鳥の水にだね。うん。それをちょっとやっていったらよかったなってちょっと今ちょっと初めて人生で後悔したかなって。初めてか後悔が。はい、うん。後悔は初めてです。そうか。で、まあそしてね、まあ自分ちょっとまだ一回も行ったことない。まだ本州からも出たことないですけど。海外なんかちょっと憧れの憧れなんでね、うん、ちょっと僕もちょっとバレエやってたら留学の話もあったのかなとちょっと今思ったんですけどあちょっと、今ちょっと残念、これからやってもいいんですよ、はい、まだ遅くはないですね遅くない、うん、はい、そう、あの狭山をこよなく愛して、はい、で、狭山のトップを目指そうとしてるわけですから、はい、まあそれもまたそれでいいと思いますね、はい、ちょっとバレエもね、うん、ちょっとやってみないとちょっと、うん、はい、あのバレエをやるときはゆきさんに教わります、はい、よろしくお願いします、うんうん、ちなみにゆきさんのご縁結び2回目になります、ね、あ、そうですそうです、はい、あの、はい、何ヶ月か前に、はいはい、ご一緒して、はい、あの時はあのアイスクリームの話をしたの、そうですね、はい、それマッチョじゃなくてアイスクリームですか、アイスクリーム、あー、はい、アイスクリームをお茶の入ったアイスクリームもあるからね、はい、狭山茶アイスクリームも、はい、そのこともおっしゃってありますね、はい、はい、本当はよく覚えていてくれてありがとうございますこちらこそありがとうございます。でもゆきさんはそうするとダンスのことではあの本当にプロの道を歩んできたわけですね、まあ、そうですね、うん、やっぱ仕事にしたいという意識があったので、うん、ね、はい、だからそういう意味では自分でこれが好きだっていうやりたいと思ってたからそれでそのチャンスがいろいろな形でできてそれをうまく利用したっていうか、はい、ね、そういうことだよね、はいはい、だから人間ってなんかこうやりたいと思って胸に秘めてるとうんそういうそのチャンスを逃さなければ何かが巡ってくるのかもしれないね、はいはい、うん、でもそういうそのなんていうか自分のやりたいことを仕事にできるのもそのやりたいことを海外でやってくるのもまあ素晴らしいことですよね、はい、うん、はい、まああの本州を出たことないっていう人もいるけども、はい、どこか行きたい国とかないんですか。私ですか、はい、やっぱりモナコ
モナコで何したいの？ダンス？え？ダンス。ダンス。ダンスとお茶ちょっと。あのまあモナコに行かなくてもほらダンスはできるやん。できますね。うん、あのお茶もさえまでできるし。うん。まああとルクセンブルク。ルクセンブルクはなんで？じゃあなんか世界一小さい国って聞いたことある。ルクセンブルク。そこリヒテンシュタイン。リヒテンシュタインの方がちっちゃいんじゃない？そっちですね。リヒテンシュタインってスイスの近くに、うん、ああ、うん、なるほど、うん、多分そこですね、はい、そこはリヒテンシュタインちょっとテレビで一回ちょっと見たことあってはい、世界一小さな、そうです、ちょっと行ってみたいなと、うん、小さい国もいくつかあるけどね、はい、うん、でもあの一番小さい国はバチカンシティだね。ああなるほど、うん、じゃあバチカンですね、うん、はい、なんか聞いてどこで右みたいな感じ。そんなそれほどない。まあでも何が何でもやっぱり結構ご縁が大事ですね。そうね。はい、ご縁というのは、はい、人とのご縁というのは本当に大切ですよね。はい、うん、私もこの年になってそれをつくづく感じます。はい、うん、こういう人とね、いろいろな人たちと。あのひなちゃんがつなげてくれてるんだけども、うん、そういう人とこうね、あの話ができるっていうことはとても素晴らしいことだし、ありがたいことだと思ってますよ、はい、うん、人間ってほら一生を通じてこの人との触れ合いできる人間ってそういないわけじゃないですか、うんうん、まして私の年になるとどんどん狭まっていくんですよ。だから同期がこの年だと消えていくわけですよね。そういう中で広がっていくっていうのは私ぐらいだと思うんですよ、あの私の知り合いの中ではね、うん、だからとてもこれって素晴らしいことだなぁと、はい、うん、思っております。だからありがたいなぁと思ってるんですよ、うん、ね、まあ今日は2人ね、こういうリアルでお会いできましたし、はい、うん、でまたお話もできましたんでありがたいことだなと思っております、うん、いいご縁だね、はい、うん、またこれからもよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。片品村住民の将来とそれから観光客が来て楽しめる場所になると思います。もう一つの夢は、完璧な人生をですね、豊かにする最高の選択ではないでしょうかね。星野さんがステージを終わられてやってらっしゃいました。私はこの2つの夢が実現することを期待して、そして今宣伝させていただきます。片品村のあの宣伝をしていただきまして、原田大二郎ということでございます。どうもおめでとうございます。おめでとうございます。